Globis. Chicken Look.はい、皆さんこんにちは。本日はですね、非常に豪華なメンバーに集まっていただいてまして、午後一つ目のセッション、先ほど河野大臣からもあったですね、まあ、AI というところで、早速本題入っていきたいんですけども、ちょっと今日のメンバーの立て付け、はじめに一個だけ私から立て付けを補足させていただくと、私も今10年ぐらいですね、AI の社会実装等でやってるんですけども、まあ、先端情報技術とか AI って、明らかにこう世に広がるところにパターンがあるなと、思ってます。でそれは何かというと、情報技術 の, 新あのイノベーションです、ね、にはです、ね、震源地があるということでして、まあ、何かしらのイノベーションが局所的に起こって、それがこう時間軸遅れてこう広がっていくと、まあ、当たり前じゃ当たり前なんですけども、でこれがです、ね、一昔前は ある種シリコンバレーだったのかなと思ってますと。で一方でここ3年ぐらいコロナで、遠隔になり、まあ、ある種世界が多極化する中でですね、まあ、ゼロ、G0 とか呼ばれたりしますけど、じゃあ今どこが震源地なんだろうかということを考えるとですね、私の考えでは実はですね、こう大規模な研究所の研究者の頭の中とか、あるいは未来を構想しているアーティストの頭の中とか、まあ、そういうところが今の AI のこう震源地だなと思ってます。なのでまさにそういう人たちに今日来ていただいているということなので、今日のセッションの立て付けは私とこのオーディエンスの皆様で、この人たちの頭の中をこういかにこう吐き出させるかというような立て付けなのかなと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。はい。で、じゃあ早速ですね、まあ、そうはいっても何喋ればいいかっていうのがあると思うんで、ちょっと簡単にガイドを言うと、まあ、テクノベートって言ってこの G1 もですね、ずっと AI のセッションやってますけど、私今、やっぱここ数年って明らかに変化が起きてるなと思ってます。なので、今2022年っていうのは何が起こってると考えるべきなのかって、この現状認識の話がまず1個目。で、次は、じゃあ、それが、まあ一部の研究者の中じゃなくて、各産業社会、あるいは人のあり方にどう影響するのかしないのかっていう、まあ直近の未来予測の話が2個目。で、最後が、まあこの世界ナンバーワンということなので、まあ打ち手の話ですね。日本が、あるいは日本企業が、あるいは日本人が、どういう打ち手ができるのかっていうのが最後のはこれ打ち手の話に入っていければと思いますけど、すいません、ちょっとなんか前段長くなりましたけど、早速入っていければと思います。じゃあまずですね、松尾先生から、そもそも最近考えてを含めて、お願いします。はい、ですね、AI の状況ですけれども、まあかなりすごいことが、起こってまして、まあさっき今、ユネオさんからあったように、まあ、明らかに震源地でもう巨大地震が起きていて、で今地震津波がですね、全世界に向けて広がり始めているっていう、そういう状況なんですね。でこれ何が起こってるかというと、まあ、2012年ぐらいにですね、ディープラーニングが画像認識で精度が上がって、まあ、その後この画像系でいろんなアプリケーションが出てきましたと。で、まあ、皆さんもうよくご存知と思いますけども、今までのまあ、そういったディープラーニングの活用例っていうのは、例えば何でしょうね、その防犯用の AI を作ろうと思うと、その防犯に関する画像映像をたくさん集めてアノテーションして学習させると、まあ防犯不審者を検知するような AI ができましたと。でこれをまたですね、医療領域で作ろうとすると医療画像にアノテーションしてっていうふうに、まあ専門化したものをですね、たくさん作らないといけないと。でこれ結構手間がかかって大変だよねっていう、そういう感じだったと思うんですけども、これがですね、この2、3年急速に進化している大規模言語モデル、ラージランゲージモデルっていうのがあるんですけども、これはですね、大量の言語データを、まあ、自己教師あり学習というのを学習させるとですね、その後いろんなタスクに対して、まあ、何でも性能が上がるということで、単一の巨大モデルで、かなり幅広いですね、さまざまなタスクができるようになってしまうということなんですね。で、これがもう人間の、そういった言語能力とか、いろんな、その知識処理を凌駕するような事例が相次いでまして、でそうするとですね、これ専門性のあるような AI をたくさん作んなくても、これ1個あるとですね、いろいろできちゃうと。でそれを今、GAFA とかですね、OpenAI とかいろんなところが、先を争って作ろうとしているっていうですね、まあ、そんなような状況です。
ありがとうございます。ここら辺また深掘っていけばと思うんですけど、まあ、今話題に出たラージラングエージモデル、まあ、これいわゆるインターネット上にあるデータ、まあ、いわゆる人間の知能集合データみたいなものを全部学習させていくと。実際にそのシャンさんが今日シリコンバレーから来ていただいてるんですけれども、ちょっといろいろとお話しいただければと思います。どうもはじめまして、シェインです。日本生まれの中国系カナダ人で、まあ、イギリスとドイツで PhD やってアメリカで働いてる。まさにその今、震源地、そのシリコンバレーの Google のヘッドクォーターで研究者やらせてもらってます。最近だとまあ4枚ぐらいその大言語モデル。まさにその540ビリアンのモデルのパラメータを使って、まあそうですね、4枚ぐらいも書きました。で、まあ今日はそのいろいろと話を楽しみにしてます。で、僕から思うのは、その去年まで深層学習とか AI ってぶっちゃけ使えなかったんですよね。その大規模な会社、GAFA レベルの会社の資源とデータと計算量がないと扱いづらい。だからそういうところじゃないと僕みたいな人材は多分あまり興味なくて。ただ今年から、そのさっき松尾先生が言ったように、そのデータ計算がなくてもプロダクトを作れるようになった。で、それがどうやってできているのか。そういうことをいろいろと深く。で、その、僕はその10年前に研究に入ったんですけど、この中で何が起こってるかっていうのを話させていただきます。ありがとうございます。後ほど深掘っていければと思います。じゃあ続いて、スプズニクさん、アーティストとして、まあ、今や起業家ということですけど。そうですね、いろいろ。はい、アーティストなんですけど、なんで AI パネル、いるかって、大学が、私もイギリスで、インペリアルカレッジでコンピュータサイエンスやっていて、で、まあ、その後、テック系の後、まあ、MIT メディアラボで教えたりとか、今は芸大のデザイン科で教えたりとかしてるんですけど、アーティストとしても、これまで AI がアート作るとか言われてたけど、バカにしてたんですよ。いや、全然無理無理みたいな。真似でしょとか思ってたんですけど、本当に今年に入ってから、オープン AI、さっき出てきた、それもすごい、巨大な、モデルなんですけど、オープン AI が DALL-E っていうアートを作る、まあ、AI をこう発表してみんな使えるようになって、そうすると DALL-E とか、あと Midjourney とか、いろんな、こう、もう AI で、様々な、アートとかイラストレーション作れるようになっちゃったんですね。で、結構、なんかもう、イラストレーターがいらなくなるんじゃないかなっていうレベルで、まだまだ、あ、これ AI 作ったなっていうのはちょっとわかる感じはあるけど、2022年でこのレベルだったら、多分もう3年後、5年後は、もっともっと進化してるなと思っていて、リアリティを増して感じてるので、まあそういう AI とアートの話も。映してるやつにちょっとだけ。あ、そう、これ、アレン・ジョンソンっていう人が AI で作った作品なんだけど、これがなんかその、アメリカのコロラドかどっかのアートコンテストで1位取って、で、その後に AI で作りましたって言ったら、すごい、激怒されて AI で作ったものを出すんじゃないみたいな、こんなの1位取っちゃいけないとか言ってるんだけど、でも実際今AI アーティスト結構出てきてるんですけど、それにもテクニックがあって、そのプロンプトエンジニアリングって言われるんですけど、いろんなテキストをこう入れ込むことで、その DALL-E に多分これもなんかオペラ、Woman in Dress とかいろいろ言葉を入れると DALL-E がそれを読み込んで絵を表現してくれるんですよ。で、それを何回も何回も試行錯誤して極めていくみたいな感じ。で、これすごい写真が出てきた時に似てるなと思って、写真で出てくる前って、リアリティ、画家が描いてたわけですよ、ポートレート。で、写真出てきて、画家の仕事なくなったとか思った人いると思うけど、案外写真と、ペインティングって共存してて。で、AI って、こう、イマジネーションにとってのカメラ、写真みたいな言われ方をしていて、photography for the imagination とか言われるんですけど、本当に想像したことを、こう AI がこうやって表現してくれる、新たな相棒みたいなところもあって、まあ、本当に面白い、一年だったんですよ。で、これ以外にも、まあ、私ちょっと興味あるなと思っているのが、バイアスの話。どこまでこの時点で言っていいか分かんないけど、AI って偏りを持ちやすいんですよ。大量のデータから学ぶってことは、私たちの社会にあるいろんなデータって、実は結構いろんな偏見とか格差が混じっていて、例えば GPT-3 ってこれも OpenAI が作ってる、そういう自然言語処理のものなんですけど、例えば銀行員とか医者とか、
研究者っていう言葉がどうしても男性と結びつけられやすかったりするんですね。それはこれまでの歴史の中ですごく男性が多かった、これから変わろうとしてるけど、だからそういうデータの中にそういうジェンダーの偏りがあると、なんか AI がどうしてもその偏りを再生産しちゃうっていう問題もあって、で今例えば IBM さんとか Microsoft さんとかがいくつかそういう AI の中の偏りを是正するためのツールとか作ってたりするんで、まあ私の興味はアートと、あと AI がこう偏りを持っちゃう、それをどうやって是正していくのか、そうじゃないと私たちうっかり AI を頼っちゃって、そういう AI が言ったことが正しいって言って女性差別とか人種差別しちゃうんで、はい、以上、これ喋りすぎてないから大丈夫、大丈夫、ちょっとつないでからを渡しますね。はい、今の先ほどの大規模言語モデルっていうのとこのジェネレティブ AI と言われる画像生成も原理的にはすごい似ていて、何してるかというとインターネット上にある画像をめちゃめちゃこうモデルが学習するんですね。でそれをちょっと荒っぽく言うと抽象化して再構成する、まあ、ある種人が絵を描くと ほぼ同じようなプロセスを取りながらいろんな絵とか文章をジェネレートするってことが起こっていますと。で、さっきのバイアスの話も、まあ、なんて言うんですかね、インターネット上のある絵を学習しちゃうんで、まあ、医者って言うとなんか男性が出てきちゃうみたいな、これどうすんのみたいな話、まあ、ここら辺はぜひ。いや、私も結構特にアニメをラーニングした AI がひどくて、スマイリングガール、笑ってる女って言って出すと AI が笑顔のビキニの巨乳の女の子を出してくれるんですね。笑ってる女ってなんでビキニ、なんか女って入れるだけで半裸の女性が出てくるから、私娘1歳なんだけど彼女に AI を学ばせたいのに、うちの娘がこうやって AI 使うと女イコールビキニみたいになっちゃったら嫌だなと思って、だからこの AI なんとか変えないとなと思ってますね。はい、はい。じゃあ、こういった大きな流れがある中で、いろんな企業さんとお付き合いされている山田さん、ちょっと今日議論したいことを思います。はい。3人の方と違って、私は日々ですね、企業の、まあ、経営層の方とかと、まあ、AI、データと AI という観点で、まあ、日々お話ししているんですけれども、若い頃はね、まあ、データサイエンティストみたいなやってたんですけど、2014年からぐらいから、取り組んでるのは、企業もの全体でデータと AI をもう隅々で使っていくにはどうすればいいみたいな、まあそんな仕組み作りをこうずっともう8年、9年ぐらい取り組んでるんですかね。まあまあそういう中でですね、まあ今の断面で言うと、松尾先生がおっしゃられた大規模言語モデルっていうのも非常にその、ブレイクスルーかな、になる、ポテンシャルを持ってるというふうに思ってまして、じゃあ昔どうだったかというと、なんか会社の中で1個2個なんかそういった AI をね、なんかこう作ってるうちは、まあそれは一生懸命1個2個作っていけばいいんでしょう。それが20個、30個、40個、100個ってなっていくと、それ1個1個なんかゼロから作っていくんですかみたいなね、なんか辞書一生懸命作ったりとかね。まあまあそういう状況にこうなってって、まあそうすると、やっぱベースのものがあって、その上にこういろんなものを作っていくというふうな、まあそういうアプローチの方が、まあ、最終的に安く早くできるという、なんかそういうふうに、思ってます。まあ、そういう観点で、大規模言語モデルっていうのは、非常に今の、その会社が、その AI をこう会社全体に広げていくための、ポテンシャルを持ってるというふうに、私は、見てます。はい。ありがとうございます。はい、ちょっとまとめると、大規模言語モデルって今日ちょっと大きなテーマになると思うんですけど、っていうのが、GAFA であるとか OpenAI で、一部オープンになってきてますと。で、各企業体はこれをどう向き合えばいいか、使うのか、あるいは使わないのか、みたいな、まだちょっと答え誰もわからないねっていう話になってるんですね。で、大規模言語モデルってあんまりちょっとイメージつかないと思うんで、簡単に申し上げると、よく Google のイベントとかでもあるんですけど、まあ、なんか例えば、日本はなんで戦争に負けたのか教えて、みたいなことを言うとですね、インターネット上に書いてある歴史のドキュメントを全部読んでいて、抽象化して再構成しているので、そこら辺の社会の先生より圧倒的にクオリティの高い文章が返ってきます。で、こういう体験をしてしまうと、なんていうんですかね、ある種知識を学ぶみたいなインタラクションっていうのは、なんかこれ人間もすでに勝てないよなって感覚が非常にあって、で、それ日々使われているシェンさんは、ここと検索エンジンの未来であるとか、あるいはこの、アメリカで起こっているのちょっともっといろいろとこうぶっちゃけでお話しいただいてもよいでしょうか。そうですね。まあ、さっきその話で結構良かったのは、やっぱアーティストの
でもその去年とか2年前まではまあバカにしてて、だけどその結果を見てすごいと思った。だからその皆さんもそのプレイしてください。その GPT とか DALL-E とかってもうそのモバイルなんかアプリとかウェブサイト行けば誰でも試せるんですよね。もうほぼ。だからそこで試してみてその感じてください。で、多分感じないとその少しあまり印象がないです。それがまあ一つの点。で、僕もそういうことからなんか、まあ、2012年はその深層学習始まった深層学習元年っていうふうに感じになってるんですけど、今年は汎用性知能 AGI っていう言葉があるんですけど、僕は AGI 元年っていうふうに呼んでます。っていうのは自分でそういうモデルを試してみて、で、しかもその、例えば去年と違うのは、去年まではその OpenAI っていう、まあ、もともとイーロン・マスクが始めたスタートアップがもう先走って、そういうその汎用性知能っていうのを作ろうとしてて、頑張ってて、ある意味その OpenAI ぐらいしかそういうモデルなかったんですよね。でも今年に Google が再現した。そして Facebook がまあちょっと少し小さめのモデルをオープンソース化した。そしてそのオープンソースコミュニティ、確か1000人ぐらいの研究者が世界中から集まって1、2年とかかけて、ある程度までちょっと再現できた。だからそういうその今年は一つはそのまあ精度が格段に上がった。例えばそのモデルに一歩一歩考えてみてっていう一つの言葉を足すだけでその高校生とかそういう大学レベルの数学の問題は解けるようになった。そんな一つの、ま、その魔法の言葉だけで。で、あとはそのそういうオープンソースコミュニティだから、それをやってる研究者が例えばオープン AI のその限られた何人かだけじゃなくて、世界中の人がそれを体感して、それを日々そのあそういうなんかモデルを大きくして、そういう世界中の人がようやくそれを体験できた。そのユーザーとしてもそのユーザーはどう使えばいいんですか。あ、そうですね、その例えば OpenAI の場合はその OpenAI ラボとなんかその確かプレイグラウンド OpenAI っていうウェブサイトがあって、そこに行けばもうなんかもうただその GPT その一番いいその多分世界最先端の言語モデルをもう使えます。で、まあ、もしある程度の額を超えるとその少しお金かかりますけど、超安いです。もうなんか100円とか。ちょっと解説するとですね、例えばですね、何でしょう、経産省イコールメティです。文科省イコールネクストです。じゃあ総務省は何でしょうって言われると多分 お答えできると思うんですけど、っていうふうに聞くんです、AI に。いくつか例を出して、で、これはどうでしょうって聞くんですね。だから例えば何でしょう、ロシアが日本に負けた理由は何でしょうとか、それからなんかイギリスがフランスに負けた理由は何でしょうとか、で日本がアメリカに負けた理由は何でしょうっていうのです、ね。要するにあの問題答え問題答えで問題ってやると答えが自動的に出てくる。だからこれ要するに人に聞くときもまあそういうふうに聞くじゃないですか。あの例を出してこういうふうに答えてねって言うと、あ、分かった分かったってなって答えてくれますよね。そういうふうにするってことなんですね。でそうすると聞き方によってどういう答えが出てくるかっていうのがすごい変わるわけです。どう聞くかによって、いい答えをたくさん引き出せるんですね。でこれをですね、今プロンプトエンジニアリングって言ってて、聞き方のエンジニアリングなんですね。だから聞き方を変えるといい答えがいっぱい出てきちゃう。でその元になる AI は5400億パラメーターの超巨大モデルで、もういろんな知識もあるし学習しちゃってるんです。なので、やばいって言ってるんですね。要するにもうこの AI が何でも知っちゃってて、あとは聞き方だけ変えると、すごいいい答えがいっぱい出てきちゃうという世界観に変わってきてるってことだ。あ、じゃあ私からはそのプロンプトエンジニアリングをアート目線で解説しようかなと思うんですけど、聞き方っていうのはいい表現だなと思っていて、アートの場合も、さっきなんか使ってみてくださいって言って、みんなそんな簡単に使えるかよと思った人いるかもしれないけど、例えばミッドジャーニーとかね、ちょっとプロ、あの、敵すごいちょっとユーザーフレンドリーじゃないんだけど、例えばなんかノベル AI とかはちゃんとウェブで UI がちゃんとアマチュアの人も使えるようになってて、ちょっとお金払って、あの、テキストをいくつか入れると、ポンってイラストを出してくれるんですよ、アニメ。ポンって。で、上手くなってくると、聞き方ですよね。これ、これ、これ、これ。ピンク、クジラ、空、飛んでる、とか、豪雨とか入れると、ザーみたいな、ポンって出してくれる。
で、ピンククジラ、空飛んでるルネッサンス調っていうと、なんかルネッサンス調になんかクジラが飛んでて、聞き方がどんどんこう、こうやって聞くと、お、もっ、あ、これいいなってなるし、あとはですね、例えば、ギャラリーがあって、ダリーとかミッドジャーニーとかは、こういう聞き方したらこういうアートできたよっていうギャラリーが見れるから、それを参考に、あ、私もこうやって同じこと聞いてみようとか言って。だからなんか、アマチュアでも触れるようになってる。特にアートの方は小学生でもできる、本当に。それぐらい簡単になったってことですね。うん。ありがとうございます。じゃあ、今何が起きてるのかっていうところの傍観が終わったところですね。じゃあ、こういった技術が、今後、数年あるいは何年かのスパンで、我々のこう、生活とか、産業とか社会にどのような影響を与えてくると思うか、あるいは意外に与えないのかと、そういうところをちょっと深掘っていければなと思いますが、喋りたい方おられますか？アートで行くと、結構私、周りに NFT 系のアーティストもいっぱいいて、で、普通にそのプログラマーじゃない人たちとも話してたんだけど、みんなその AI アートには衝撃を受けてて、もはやなんかその、イラストとかって、なんか世の中って色、これとかも多分 AI で作れると思うんですよ。G 版経営者会議のロゴとか、なんか、これなんかデザイナーいらなくないみたいになっちゃって、大抵のなんかデザインとか、絵とか、なんかフリー素材とかあるけど、フリー素材の問題じゃないっていうか、ストックフォトとかもいらなくなるし、わざわざ高いお金払ってライセンス しなくても AI で作れるから、著作権とか関係ない写真がとか、イラストがだからなんかその、クリエイティブ系って AI に絶対仕事奪われないって言われてたけど、めちゃくちゃ奪われるなとか。だからなんか、ただ、とはいえ、もう一個あるのが、クリエイティブ人口って日本すごい多いから、なんやかんやその AI アートめちゃくちゃ遊んでるのって日本人の人口多いんですよね。で、なんか日本ってこうコミケ文化みたいなのもあるから、なんか研究者層の人数は少ないけど、アメリカと比べて研究者層少ないんだけど、アマチュアクリエイティブ層が多いから、AI 使っていろんなことするアマチュアがめちゃくちゃ多いんじゃないかなっていうのも思いますね。なんか応用する方が層があるかなって。うん。でも本当にアニメーションのところは今年の3月ぐらいにローンチ、ここ半年ぐらいですよね、劇的な変化。本当にものすごい。月次ですごいイノベーションが起きてて、1年後どうなってるかもう誰もわかんないぐらいの盛り上がりを今見せてるっていう形だと思います。じゃあ、産業観点でのインパクトってことですよね。そうですね。まあじゃあ、今はそうなってて、まあ5、6年前の AI どうだったかというと、まあ、基本的にはですね、なんかこう人が正解データっていうのをこう与えて、一生懸命勉強させていくって、まあ、一から勉強させていくみたいな。まあまあそういう、で、それに対する人件費っていうんですかね。どんだけ AI に教えなあかんねんみたいな、そこのコストってバカでかくて、で、それを AI リリースした後もやり続けないといけないっていうふうな、まあまあそういう制約の中で、AI というのは企業に導入されてきましたと。で、そう、どうなってくるかというと、まあ、場合によってはですね、野良 AI と呼ばれるような、なんかこう、誰もなんかあんまりメンテしてないような AI が、なんかそこら中になんかこう、転がってるような、例えばそういったこともなんか、まあ、場合によってはあったりして、で、まあ、そこがですね、大規模言語モデルを、まあ、使うと、まあ、そういった一生懸命教えるっていう作業が、まあ、かなり、まあ、削減されるので、かなりその AI はなんかもう作るというよりは使うものっていう感じですかね。なんかそういうふうにこう今なってきて、そこがまあ企業にとってのすごくこうインパクトが大きいところかなというふうに僕は思ってます。はい。少し簡単にその付け加えるとして、まあそのサンフランシスコのその震源地みたいなところでは、例えば知り合いが3、4年前からもうその生成モデルに目をつけて、例えば一人はそのファッションモデル、だからファッションモデルとかをもう3、4年の時代で、例えば人に限って、で美しい人に限ればもうかなり精度でも作れたんで、だからそれを使えば結構ファッションモデルはもうなんかじゃないかってことを企業でやったりとか、またはそういう広告のデザイン。広告のデザインを、例えばデザイナーが最初のやつは作るけど、そのバリエーションを自動的にいろんなマーケットにアダプトする。
そういうところ自動化とかも3年前から始めてて、ただそういうところはもう本当今年すべて伸びたっていう感じですね。で、最後に一つ付け加えると、そのクリエイティブはなんか僕はすごく好きな点としては、その研究にすごく近くて、オープンエンドなんで終わりがないんですよね。で、もし本当にこの AI とかこの AGI で生産性がすごく上がった世界のさ、その世界の先には、まあ多分いろんなその自由度がある、そのと同時に、なんか人がなんかその使命っていうか役割、いや、なんか 何をするべきかっていうのは迷う時があって、その時にクリエイティブとか研究とかそういう無限にやっていける、世界の人類がやってもなんか終わらないものをやるのはすごく僕はロマンがあると思ってます。だからクリエイティブの方面でなんかアーティストさんがこういう技術に興味を持ったのはすごく嬉しいですね。はい。確かにクリエイティブの本質を考えさせられるっていうか、なんかちょっとしたロゴとかちょっとしたイラストとか写真とかは AI が作っちゃうから、じゃあその先何作るのみたいな話にはなるなっていう。そうですね。でも最終的にはそのクリエイティブとかは無限だと僕は思ってるんで、仮に AI がある、その例えば過去の人類の全てのとこまでできても、人類は多分そこの一緒に作っていくとは思ってますね。映画にしてもゲームにしても。あと、まあコラボだからこそ作れる表現とかもあったりとかして、ただちょっとなんかその最近 AI で作ろうとしてたものがあって、そのルネサンス あのミケランジェロのアダムの創造っていう絵画があるじゃないですか。あのすごい有名な、あの神がやってきて人間を創造するみたいな。で、私はそのアダムの創造を、女神がやってきて AI を創造するみたいな、だからなんかこう現代版のアダムの創造を AI に作らせようと思って一生懸命テキストを入れてたんですね。アダムの創造ロボ、AI 人間みたいな、女神とか入れて、ですごいルネサンス調とか入れて、で出てくるんだけど、すごい不思議な現象があって、あのやっぱり AI って過去のルネッサンスの絵画からバーって学んでるから、その私女性の神様を登場させたかったのに、女性って言うとルネッサンスの女性って大体ひざまずいてるんですよ、下で。だから女性になるとなんか下に行っちゃうんね。で男性って言うといきなり空飛び始めるんですよ、なんかそっちなみたいな。なんかで女性って言うとまた膝まだから、なんかそのあーみたいな、でフライングとか、なんかまだそのエンジニアリングが そこはイメージとイメージを使って直してください。いやそのでその直したデータを強者データの強者データに加えてください。いや本当でもそのプロセスまだ足り、私ちょっとテクニック足りてないなっていうのと、あとやっぱりバイアス、その手伝います。あれお願いします。いやでもバイアスかかってるんですよ、ルネッサンスの絵画には。だからなんかそのバイアス問題は結構根深くって、でだからなんかあのアート以外にもいろんなバイアスあるなと思って、その一回ちょっとまあここにいる人みんな知ってる例をあえてバーッと出すと、あのアマゾンが採用するときに効率化するためにあの AI を使って採用しようとしてたんですね。で採用の AI のアルゴリズムを作ったときに、アマゾンって過去にデータ、まあ、過去すごい男性のエンジニアとかビジネスマン雇ってたから、そのデータを AI が学んで、あ、なるほど、男性をこれだけ雇っているということは女性は雇わない方がいいのかというふうに AI が学んでしまって、で新しく採用するときに履歴書の中に女性っていうのが入ってると、その AI が弾いちゃうみたいな。でだからそれがすごいスキャンダルになって、で Amazon がこの AI は女性差別するからやめようとなったんですけど、ただそれって本質的に AI って本当にバイアスの塊なんですよ。例えば私が今って咳したら、この人もしかしてコロナ持ってるかもしれないって思っちゃうでしょ。でそれって統計学的に咳してる人ってコロナ持ってるね、それってバイアスなんですよ。私たちの認知ってバイアスの塊で、で確かに統計的に過去ね、女性のエンジニア過去少なかったねとか、あとアメリカは過去黒人の方が白人よりね、あのまあすごく貧困率高かったねとか、それを学んで判断を下すっていうのはすごく差別とか偏見の助長になっちゃう。で AI ってあのキャシー・オニールっていう人が、Weapons of Math Destruction っていう本を出してて、日本語訳もあって素晴らしい本、AI とビッグデータの罠っていう本があってぜひ読んでほしいんですけど、じゃあ AI ってそういうバイアス持っちゃうところをどうやってバイアス持たせないようにするのっていう議論もあって、でさっきのその IBM さんとかマイクロソフトさんとかがいくつかツール出して作ってるんですけど、その AI がバイアスしてないように監視をするツール、でもそれもそれで
ツールを使うのは、人間なんですよね。なんか、人間がチェックして、これ男女差別してない、人種差別してない、年代差別してないみたいにやんなきゃいけないし、しかも、男性、女性っていう項目をリムーブしても、これちょっとシェーンに聞きたいなと思ってるんだけど、なんか、履歴書で男か女かってあっても、で、男女の項目をエリミネイトしても、例えば、ハロー規定が好きな人って、女性が多いとか、ピンクが好きな人って女性が多いとか、そうすると、その人がピンクが好きで、ハローキティが好きなだけで、それを元に、AI が排除しちゃうってことも起きちゃうんですね。女とかじゃなくて、他の属性を元に、髪の毛が長いとか。だから、結構人って女性だけじゃなくて、いろんな属性の複雑な関係でできていて、なかなか男女とか、黒人白人とかで、例えばアメリカだと黒人白人、黒人だと、シングルマザーの家庭が多かったりとかね、そういう、でそれってすごい悲しい、そのアメリカだと奴隷制度の歴史があって、差別の歴史があって、そのデータがあるんですけど、シェーンさんどうやってこれリムーブするんですかね。なんか爆弾的な、はい、どういうアプローチがいいのか。ただそうですね、はい、その、まあ、まずその一つ一つから話していくと、そのイメージの点は今助けられます。その画像を一つ生成した後に、例えばこの部分の、例えば女性から男性に変えるとか、そういうのはどんどんできてるんで、だからそこら辺はまあ助けると思います。でそれ以外の、その大規模モデルの、そのバイアスの件は本当結構難しいテーマで、で僕はその博士やってる、そのケンブリッジ大学とそのドイツのマックス・プランクっていうところで、マックス・プランクのその教授がまさにその因果をやってたんですよね。だから結局そのフェアネスっていうのは僕は因果の問題だと思ってて、この結果をためになんかどういうファクターがあって、で例えばまあいろんな要素からこれはちゃんとなってないからそれを正すみたいな。で、まあ、6年ぐらい前のその研究学科を見てると、なんか20人のそのまあ、フェアネスっていう言葉で研究されてるんですけど、このテーマはなんか20組ぐらいのなんかフェアネスの数学の定義があって、でそこで戦い合ってる。だからその何が平等なのか、で何が因果、そもそも因果すら同じような状況なんですよね。なんかそのインターベンション以外の因果は、まあ、結局インタラクティブ、そのそうですね。なんでだからその僕の個人的考えでは、その、まあ、人もバイアスがあるし、そのモデルもバイアスがあって、重要なのはそのあまり感情的にならずに、そのちゃんとその意見を言い合える、その場を常に作る。だから例えばそのアメリカとかだと今完璧にその政治がもう極端になってて話せないんですよね。だからそれを多分一番よく解決するのは、そうですね、なんか話し合い続ける。多分正解はないと僕は思ってます。その人にも正解がないし、モデルにも多分ないと。なんかそのバイアスの問題って非常に根深いなと思っている一方で、面白いなと思うのは、これ AI がいろんな問題を突きつけていくことによってですね、人間側がそもそも我々が持っているバイアスは何なのかっていう解像度が上がっていくっていう、この今回のテーマ共振化って置いてますけど、なんか AI 側が我々に問いを投げかけてきているってことがかなり起こっているなと思ってます。バイアスとは何かの議論でこんなに絶対してなかったはずで、なのでそういう関係すごい面白いなと思いますね。でちょっとこの、あ、まだいけ、なんかちょっと次行こうかなと思って、あ、どうぞ喋りとか。いやでも私もその最近そういうアニメから生成する AI を使って、やっぱりガールって入れただけで巨乳ビキニが何回入れても巨乳ビキニが出てくるのを見て、で多分衝撃を受ける人これから増えると思うんですよ。あ、これぐらい偏るんだなって AI がラーニングすると。なんか私喋っていいのか分かんないですけど、はい、今のインターネットって人間のですね、このなんていうんですかね、意識というよりは感情とこの深いところのものがミラーリングされて発露してるんで、意識側がデータ化されているというよりも、人間のなんていうんですかね、理性を取っ払った時の感情が増幅してるみたいな。で、これを A が学ぶみたいな。で、それを子供が見るっていう、ちょっと地獄のようなことが今、起こってる。これ、ぜひツイッターでですね、ノベル AI とかちょっと検索していただくと、我々が何を言ってるか非常によくわかると思うので、もしお時間おられる方、おられればと。で、でもそれでね、だからこそ女性もっとそのエンジニアリング入ってほしいなと思っていて、AI 研究にも。でもやっぱりうちの娘が AI 触って、なんか
かわ、なんか笑顔の女の子って入れてそれが出てきたら、やっぱ離れちゃう女子もいっぱいいると思うんですよ。どうしてもちょっとなんか、まあエンジニアリングのカルチャーが少し、まあ私も大学時代、本当にクラスメート男子学生ばかりだったんで、もったいないなと思って、あ、どうぞ。ちょっと次のテーマに。はい。あ、もうお願いします。山田さんと、山田先生と松尾さんに、ちょっと個人的にこのトピック投げかけたいなと思ったトピックがあるんですけど、AI こんだけ議論は盛り上がっても、あんまりそのご自身に関係ないって体感ってあられると思うんですね。そこまでは。あ、別に私アニメ書いてないしなとか、いうのあると思うんですけど、それって、でも私さっきの大規模言語モデルがおそらく大きなインパクトになると思ってるのは、インターフェースが言葉になっちゃってるってことだと思ってて、人が話すと言葉が返ってくる。これってよく考えると、トリガーを人間が今引いてますけど、どっかでソフトウェア側がトリガーを引いてくるなって、人間がね、働きかけてくるはずなんですよね。で、私ちょっと AI の自律性みたいな、今っていくら盛り上がっても結局人間がトリガー引いてるじゃないですか。だから AI 側がこう自律性を持ち始めるみたいな研究とかテーマってどうでしょうかっていうのをちょっと山田先生と待ってます。自律性はまあ難しいっていうか、強化学習っていうのがあって、目的、報酬関数を定めると、それを最大化するように行動するっていうのはあるんですけど、人間の場合はその進化的にそういった報酬関数とか、感情とかが、すごいうまくできているので、自律的に行動しますが、AI の場合は、そういうふうにやったとしてもかなり模擬的というか仮想的なんでっていう感じだと思いますね。で、大規模言語モデルに関して言うと、皆さん、なんでしょうね、その、パワポとかワードとかエクセルとか使ってるじゃないですか。で、これって、あんまり、ここ20年ぐらいあんま変わってないんですよね、基本的な機能。だけど、これがですね、相当変わる可能性ありますね。で、なんでかっていうと、そういった、知的な、なんていうか、作業、言葉を使った知的な作業っていうのが全て変わる可能性があって、先ほどの、そのアートの例は分かりやすいんですけども、実際アートに関わってる人は、全人口で言うとそんな多くないので、だけど言葉使ってる人とか、ワード、エクセル、パワポ使ってる人って相当多いじゃないですか。で、ここの作業が、全部変わる可能性があって、ちょっと例えば言葉を入れるとパワポが全部できるとかですね。あるいは、少し指示をするといろんな人と調整してくれるとか、そういうことが起こると仕事のやり方が様変わりするはずなんですね。で、問題はそれをですね、完全に日本が置いていかれて、そういうサンフランシスコを中心にイノベーションが進んでしまっているので、次の、レベルのですね、マイクロソフトオフィスみたいなレイヤーは全部持っていかれることが今ほぼ確定しつつあるみたいな、そんな感じです。なるほど。ちょっと最後お題に戻ってきて、世界ナンバーワンというのがお題でありましたので、こういう流れの中でいろんな企業群は何をしていけばいいのか、この打ち手の話、ちょっと最後の7分ぐらいしかないんですけども、山田さんどうでしょうか。そうですね。私考えてるのは、ものづくりって、V 字っていうのがあるんですけど、左上で、研究開発みたいなのから始まって、要件定義とか、設計か、で、右側の、テスト、で、ものを、世の中に出していくって、そういう V 字ってあるんですけども、僕はなんかね、V 字の右上、で、出口のところで、勝負すれば、まだ勝ち目は残ってんじゃないかな、というふうに思ってます。なので、何ですかね、ちょっと品質という言葉はもしかしたらまだちょっと古いと言われるかもしれないんですけれども、すごくその日本の AI はお行儀いいよねとかね、例えばそういう世界観をこう、作っていく、そのためにどんどん AI をこう世の中にこう、大量にこう出していく、なんかそういうことがもしできるのであれば、日本は形勢挽回ができんじゃないかなというふうにちょっと思ってます。逆に左上はちょっと僕自身はちょっと今厳しいんじゃないかなという、そんな観点を持ってますね。あともう一点、もう一点は、AI ってデータがないと無力なんですね。何もできませんと。で、じゃあ企業皆様の会社にあるデータ、一社のね、持ってるデータって、
まあ、何ですかね、デジタルジャイアントから比べたら、見桁ぐらいも、多分少ないんじゃないかなと思うんですよね。で、そこでどうやって戦っていくのよっていうので、多分データでも絶対無理だと僕は思ってます。データのサイズとかね。で、じゃどうすんのよっていうところは、やっぱりね、僕は今連合学習とかね、フェデレーティッドラーニングっていうちょっと技術を今、こう、一生懸命追っかけてるんですけれども、企業が複数こう連合して、お互いデータは見せ合いっこはしないんだけど、協力して性能のいいモデルを作っていこうのよねっていうのが、まあそういう技術なんですね。で、例えばですね、こう、まあまあ、業界がこう連合することで、まあそういうタッグを組めばですね、まだ世界と戦えるそういったチャンスが残ってるかもしれないと。まあその2点を僕は追っかけてます。はい。ありがとうございます。他の方のナンバーワンに向けての打ち手。何かおられますでしょうか。僕はそうですね、なんかそのエンドユーザーを極めるところをなんかがいいと思います。そういうふうになんかデータとかを使わずともなんかアプリケーションを作れる時代になったん で確かにそういう基礎的なその API とかは取っていかれるかもしれないですけど、そこから発生するビジネスのプロタイプとか発信は日本の方が早いかもしれないです。その実際例えばこの画像生成のあるウェブサイトは、その世界の3分の1が日本からのアクセスです。だからそれくらいクリエイティブの人がいっぱいいて。で、そうですね。だから僕が思うには、なんかもうそこに特化してやった方がいいと思いますね。うん、バックエンドがグローバル AI になり、フロントエンドが日本になる。そうですね。だから考え、ある意味考えてしまえば、そのビジネスの人でも、アーティストでも、デザイナーでも、誰でもプロダクトを作れるんですよ。で、実質、そのサンフランシスコで例えば起業家何人かあってるんですけど、一人はもうなんか、プロンプト書いてるだけの企業です。だけど、例えば5ミリオンドルをシードで調達して、一人でやってて、それくらいでもその価値を作れるんですよね。だからその時代になってるんで、むしろその、そういう基礎研究と応用の境目はなんか、まあ今ね続いてますけど、そこをちょっと一旦忘れて、ただ応用だけに特化した方が、今年から日本のユースケースが上がっていくかなと思ってます。松尾先生、ありますか？打ち手。いや、ですね、まあ、シンさんが言うこともその通りで、まあ、二つ側面があって、もうこの大規模、言語モデルを作る側には、回れないっていう、まあ、現実が多分あって、で、ちょっともう技術力とか、エンジニアのレベルとか、お金の流れとか含めて、もうね、やり方がないんですよね。もうちょっと、無理ゲーって感じに なってるのが一つと、もう一つはそうは言っても、まあ、その、常に、やっぱり、作る側か、使う側から新しいことが生まれていくので、ポジティブな意味でそっちを注力した方がいいっていう意味も、まあ、あると思ってて、という感じですね。ありがとうございます。ちょっと一旦全体討議の時間を取りたいので、ご質問を受け付けながら、まだ話し足りないところ混ぜつつ、皆さんお願いできればと思いますけれども、ご質問ある方は挙手お願いします。あ、じゃあどうぞ。三井住友信託金庫松本ですが、全然専門じゃないのでバカな質問かもしれませんが、最後やっぱりユーザーエンドユーザーのところと応用のところにやはり特化して日本が勝てるであろうということで、具体的には、何を日本で行っていく、ということが、まあ、勝つ道なのか、その辺も少しご説明お願いできるでしょうか。その一つの点はそのコンテンツ力だから、そのゲームデザイン会社とかでこういうそのテキストイメージモデル、さっき話したそういう画像を生成する、これはその今ゲーム企業家、ゲーム会社とかそのすごく今流行してて、でフィルムメーカー、その映画監督、例えばなんかこの映画のこのワンシーンでこういうライティングでこういう本でそれを撮りたい、で今まではそういうふうにお金をかけて役者をハイヤーしてこの本を買ってやってたんですけど、生成できちゃうんです、これは。でもう次の多分半年1年ぐらいでその制度はさらに想像できないようになって、だから一つは僕はコンテンツ業界がかなりでかいと思います。で二つ目としてはなんかまあうまいんですよね。例えばその使う側、そのプロンプトエンジニアってかなりセンスが問われるんで、
で、実際その、まあ、松尾先生とその一枚論文も書いて、それはもう多分今年の一番有名なプロンプトエンジニアの論文です。で、そうですね。だから、使う側のそのセンスが問われることなんで、で、僕は結構日本のその美的とか考えの深さとかこだわり、特にそのなんか人とテクノロジーがどうやって話すか、なんか日本ってそればっか聞くんですよね。どういう人と話しても、人とテクノロジー、人と物とはどういうふうになんか対話するかっていう、そのやり方、すべてなんか考えてるじゃないですか、日本の人は。だからその点がかなり僕は相性いいと思ってて、例えばそのデータベースをアクセスする言語があるんですよね。で、最近どういう論文が起こったかっていうと、例えば、もとも 100% なんかの 1% のデータを使うだけ、だけどそのラングエージを人間のような言葉に書き換えるだけ。だからこのコマンドは例えば人間でなんか取ってくるとか、変えるだけでなんか成功率が 20% 上がったとかなんですよね。だからそこのセンスとかでも僕はいろいろ試せると思って、ただそうですね、あとまあエンタメと。なるほど。プロンプトエンジニアリングというと何のことってなると思うんですけど、今はなんかどういうテキストをいっぱい入れると、が漫画がジェネレートされるんですけど、多分今後ここがもうちょっとユーザーフレンドになってくると、漫画をですね、誰でも描けるようになるみたいな。世界は確実に来てて、今私の後輩もテキストを入れると漫画が生成されるっていう取り組みを頑張ってコーディングしていて、で、もしこれがユーザーフレンドになると、日本人が持っているクリエイティビティがめちゃくちゃ爆発する可能性はあってですね。今だからこのジェネレーティブ AI の絵の AI のトラフィックっていうのはかなり日本から飛んでるっていう面白い現象が今グローバルで起きてるかなと思います。その他ご質問あられる方、じゃあ2つ両方もらってから、その他おられますか、手を挙げていただいて。じゃあお願いします。じゃあそのお三方順番にお願いします。いいですか。村田機械っていうと、はい、自動化の機械なんか作ってる会社なんですけど、日本の勝ち筋としてはやっぱりクリティカルなところ、マンマシンインターフェースでも、クリエイティブとかアートじゃなくて、非常に難しい機械とか危険な機械、巨大な設備を動かすときのマンマシンインターフェースなんかは日本もこれから可能性あるかもしれない。その辺は、この世界とか知りたいと思います。例えば、ジャイアントロボットあったじゃないですか。これ、いけ、ジャイアントロボだけちゃんと動けると。そういうなんかこう、マンマシンインターフェースの改良に AI は使えないんでしょうか。お願いします。ウルスさんお願いします。次そちらでいいですか。じゃあ先に。はい、はい、貴重な話ありがとうございます。ハリウッドの牛山と申しますけども、スプツニクさんと一緒で私のビジネス美容なので、市場が女性なんですが、国際会議とかもまあ業界で集まったりするんですけど、女性って本当に集まると国でもまあ毎年でも文化とか流行りとか流行とか好きな色とか全く違うので結構マーケティングがすごく難しいんですよ。なのでなんか女性相手で AI とかいうのはまだまだ今さっき言ったバイアスも入ってますし、伸びるんじゃないかなと思ってそこに特化とかはどうなのかなと思ってちょっと伺ってみたいと思いました。はい、品川女子のウルシです。バイアスの話がすごく面白くて、なんか女子教育でこれ貢献できないかなと思いまして、この世界に女の子が入っていきにくい、なんか障害、障壁とか、まあ、大学進学の障壁は理解してるんですけど、その仕事ってなった時の障壁がなんかあるのか、逆に言うと、こういう魅力があるんだよっていうことを高校生に話すとしたら、どんなのことを言えばいいかなっていうのを教えてください。じゃあ、お答えしたい方からどんどん。じゃあ、山田から、村田機械さんの。マンマシンインターフェースのところはまだまだ、開拓の余地はあると思ってて、で、まあ、ちょっと AI と観点って言いますと、まあ、エッジコンピューティングっていうんですかね、まあ、エッジ側に AI を送り込んで、そっち側で計算させて、で、まあ、結果だけこっち、まあ、クラウドとかなんかもらってくるっていう、まあ、その世界が多分、まあ、今通信が速くなってるのと相まって、そこは今、急速に多分今後発展していくと思うので、そこは、何ですかね、早いもん勝ちとは言わないんですけど、なんかこう、早くこう、何ですかね、こう、着手していく、そこはやっていくべきかなというふうなことを考えてます。はい。ありがとうございます。じゃあ、スプツニクさんは、ね。そうですね。
女子校で教えて、まあ、エンジニアリングに関して教えるときに、やっぱりその、こういう AI だってエンジニアリングって世界を変えているからこそ多様な視点が必要で、で、今実際特にアメリカなんかは多様性が足りないということで、例えば GAFA なんかは、本当にもしエンジニアで女性だと、もう引っ張りだこだと思うんですよ。もう家に来てくれみたいな感じで、結構その、ダイバーシティをみんな気にしているからこそ、少ないっていうのは今強みになっていて、で、まあアメリカに限らず、まあ結構それが世界中広がってるんですけど、どうしても日本で見るのが、親に反対されるとか、あと、なんかあまりにも少ないから、これはなんか女子に向いてない、なんか男子のものなんじゃないかっていう、なんかアンコンシャスバイアスをすごく小学校、中学校、幼少期から持ってしまいやすいんですね。なので、結構、それをなんとか変えようということで、そういうエンジニアリングとかサイエンスのおもちゃとかも、最近やっとおもちゃ、男の子用、女の子用っていうのをなくしたりしたじゃないですか。なので、まあ、そこの教育とエンジニアリングすごい楽しいんだよっていう教えるっていうのと、あと、やっぱり私も、コンピュータサイエンス学んでた時に、あまりに女性が少ないので、なんでしょう、こう、私自分っていうのもあれだけど、大学の成績結構良かったんで、結構良かったんだけど、なんかその、クラスメートが、私を信じないんですよ。なんか、女性で、なんかこう、自分のスキルとかを信じないとか、あとは大学でプロジェクトとかプログラミングやると女性が少なすぎて、サークルクラッシャーっているじゃないですか。一緒にプロジェクト、プログラミングやると、なんか、いろんな、恋愛的になんか、気まずいことになんか、プログラミングができる女の子初めて出会った好きっていうのをみんなに言われるんですよ。でも、いや、初めて、私みんな、プログラミングできるからね、みたいな。なんか、ごめん、なんか、モテ自慢とかじゃないんだけど、女子でプログラミングできると、運命の人かもと思われるんですよ、コンピューターサイエンスで。だから、それで孤立していくとか、いっぱいありました。あと、なんか、みんな、すごい、日本から来た女子学生だから、なんか、アニメでよくトーストを、加えて、なんか遅刻遅刻っていうのをやってとか、なんかそういう本当ひどいセクハラになって、そう、クラスメートなんか、みんなアニメ、インペリアルで、そう、トースト遅刻遅刻やってとか、なんかすごい、ケンブリッジ行けばよかった。まあなんか本当にインペリアルはすごいギークで有名な大学なんで。じゃあ、だからそれが変わってることを祈って、はい。はい。じゃあ、どうしようかな。残り5分になったんで、逆に言うともう最後に一言ずついただこうかなと思ったんですけど、今の絡めていただいても大丈夫ですけれども、大丈夫、いいですか？あ、先生、喋りますか？急なフリーですね。なんでちょっと、まあ、AI が、まあ、今後さらに進化していく中で、ちょっと個人としてどう向き合っていきたいかの、最後にちょっと皆さん、一言ずついただくと、こっちからでいいですかね。私はね、今 AI は、これ、今社会インフラになろうとしている、まあ、そういうフェーズに差し掛かってきてると思ってます。で、まあちょっと今大規模人間モデル、この先の話がメインでしたけど、じゃあ過去の10年ってすごいやっぱりプログレスしたんですよね。で、そこをちゃんと刈り取るっていうことをちゃんとまずやろうよと。で、まあいろいろこう、世の中でこう、にぎにぎしい話はありますけども、一方で、その今のバイアスの問題とかね、AI 倫理の話とか、どっかで SNS で炎上しちゃうとか、まあ、そういうことをちゃんと解いていかないと、やっぱ社会インフラになれないんですよね。だからそこをしっかり解いて、過去10年の、技術の進化を終わる、まず企業としては刈り取るっていうところを、まずやると。で、その先の10年をまたちゃんとこう、今日の松尾先生の話とか、踏まえて、ちゃんとアンテナ張っておく。またそういうふうなことを、日本はやっていくべきかなと思ってます。はい。ありがとうございます。じゃあ続いて松尾先生お願いします。そうですね。なかなかこう、どういうコメントしたらいいか難しいですけど、まあ、本当にこの技術が急激に進化してきていて、またちょっと過去とは違う形の AI が進化していると。で、これのインパクトが非常に巨大なんですけど、その状況がですね、あまり理解されてないなという感じがすごくあって、どうしたもんかなっていうですね。
でこれ結構やばい状況だし、まあ、早く分かればそれだけチャンスがあるんですけども、なんかそこをですね、まあ、どうにかして伝えていきたいなと思いますし、まあ、今山田さんおっしゃったようにぜひですねアンテナ張っていただければ、また G1 でこういうセッションできるといいなと思いました。ありがとうございます。じゃあどっち先に、順番どちらでも。いや、あの、まあ、いろんなトピック話せてよかったなっていうのと、あの、ぜひ触ってみてください。 AI、 あの、誰でも触れる時代になったんで。はい、まだ2分半ありますね。そうですね、その今はその社会基盤っていうのはそうなっていくと思います本当に。でもう一つ重要なのは、誰でも参加できるようになりました。去年まではやっぱ数学とかプログラミングとかある程度理解してないとできないんですけど、今年からは誰でも参加できる、そうなったんで、ぜひ見てください。でまだ2分あるんで、FTX の話するね。まだ2分あるんでね、どうしようか。そのさっきの話した、うん、で僕その1歳の娘がいて、結構そのちょっと考えるんで、僕はその男なんで、多分結構その女性で生きたその経験とか多分分かんないんですよね。そのだけど、まあ一つ多分重要なのは、なんか全ての方面でそのちゃんと少し見てみる。例えば一つ、その確か数ヶ月前のあるトークで言ったのが、まあ日本はその女性男性の社会平等がかなり低い、だけどその幸せっていうと意外と高かったっていう、それをなんか女性のスピーカーが言ってたんですよね。で少し考えさせられて、あとはそのやっぱこの男性と女性をなくす、このなんか何ですかね、その男性になるのが僕は間違ってると思います。その強くなるっていうのは男性となることではイコールではないと思ってて、で多分日本とかの教育を受けていればそれは思わないんですけど、でも例えばアメリカだけの教育を受けてるとそういうふうに思っちゃうかもしれないっていうことで、いろいろとその議論をしながらいきたいと思ってます。ありがとうございます。じゃあ本日はありがとうございます。ちょっとまとめるとですね、まとめるか、まあ、ただ足元やっぱり AI の進化って明らかに加速してるんですよ、特に研究者に近い人たち。ただそれはなかなか広がるところまでまだ来てないですと。ただ明らかにそのなんていうんですかね、何かのタスクを自動化するとかフェーズを超えて、そもそも AI がバイアスを持つ、あれ人間を持ってるよね、あれ我々どうすんのみたいな、その今日のテーマにその共進化っていうテーマワードをちょっと置かせていただいているのは、そのソフトウェアとか AI の進化が逆に言うと私たち人間とか社会とかがそもそもどうありたいのかあるべきなのかっていう問いをどん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 立ててきてるなと思っています。ここら辺がですね、研究者の議論だけじゃなくて、おそらく世の中に今後広がってくると思ってますので、ということでございます。最後に皆さんに拍手で終われればと思います。ありがとうございました。